今回は週に2回行うだけで今よりも確実に痩せやすくなるウェーブスクワットを紹介します。負荷の軽い足のエクササイズや上半身ばかり使っていてもやはりなかなか痩せにくいんです。大きな筋肉を鍛えることによって代謝のアップ、脂肪燃焼効果アップができます。今回はたったの1分なんですけども、もうちょっと頑張ってみようかなって思う方のために2セットだけ用意してます。動画を見ながら一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ウェーブスクワットを紹介していきます。簡単に言うと体を左右に動かしながらスクワットを行います。普通スクワットというと同じ位置で体を上下に動かすんですけども、同じ位置だと同じ部位しか使われてないですよね。人によっては前ももが張ってしまう、足が太くなってしまう、そういったこともあります。今回は動きながらスクワットをするので負荷を様々な位置にずらすことができるので、下半身全体をしっかり鍛えることができます。太ももの前、後ろ、大臀筋、小臀筋、中臀筋、一度に鍛えられますので、動画を見ながら一緒にやってみてください。下半身のメニューなんですが、基本的には72時間で回復すると言われてます。基本的には3日おきぐらいに行うのがベストです。何も見ずに自分でやっていくの孤独ですよね。動画を見ながら何度もやってみてください。それでは紹介します。スクワットの基本としては、ステッキングポイントというのが大切になってきます。一番効くポイントのことになります。例えばしゃがむときにこの位置よりもこの位置の方が辛いですよね。ここよりもここの方が少し楽ですよね。そうです、一番効く位置をできるだけ長い時間キープするとしっかり鍛えられます。今回はつま先を開いてステッキングポイントでキープして体を左右に動かしていきます。そうすることで同じ位置で動いていないので辛くなりすぎず全体鍛えることができます。これを1分間一緒に揺れてみましょう。もし辛くなったらちょっと位置をね変えてもいいです。とにかく1分間左右に揺れてください。でスマホを持たずにできる方は上半身も使った方がいいので手を振りながらキープ、つま先はね、こうやって上げながらでもいいです。もしくは手を回す。こういう感じでね、チューチュートレインみたいに動いてもいいです。スマホ持ったままの方は、片方だけこうやって動かしながらね、手も変えてやってください。ちょっと1分長いですが、これ週2回でいいです。頑張っていきましょう。あ、今説明でもう疲れた。よっしゃ、行きましょう。それでは1分間、頑張ってみましょう。行きます。スタート。こんな感じでね、スマホ見ながらの人は片手振って、ああ辛い、さっきの説明で結構もう辛くなってる、やべえなこれ。さあこうやってね手を振りながら、できるだけ低い位置がいいです。これ週2回でいいです。頑張ってください。ちょっと1分長いんですけど、このね硬くなってる部位はね効いてる部位なんで、前ももばっかり効いてるって方はもうちょっとつま先開いてね、ももの裏触りながらどこが効いてるかなってやってみてください。はあ、きつい、もも裏つりそう。あとちょっとです。しっかりね後ろの方で腕回すとね背中も鍛えられますんで、効く。オッケー、叩いて叩いて、皆さん叩いて、あともう一回頑張りましょう。よっしゃ。さあちょっとね休憩時間短いかもしれませんが、ちょっとね頑張って週2回なんで追い込んでいきましょう。さあ行きます、ラストスタート。あー、もしねもう耐えられないよって方はねちょっと位置をね上げてください。こうやってこういう感じで使う部位がね変わるだけで全然余裕ですので、やはりこのステッキングポイントはねもうかなり辛いと思います。ここでね耐えれる方は頑張ってください。かー、もも裏にすごい効く。これね家で一人でやってるならいいですけど、急に人に見られたらびっくりですよね。動画見ながらノリノリみたいな。
きつい、もも裏がつりそう。あ、でもね、これ1分頑張ることでね、結構効きますんで、まあ、辛くてもね、位置変えてもね、いいので、あと少しですよ。うおっく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 っ、ももの裏がね、すごく痛くなってると思います。もちろん前ももも痛くなってると思います。ちょっと今からストレッチを少しだけしましょう。今ね、もも裏しっかり使ったんで、ちょっと軽く足開いてもらって、できればつま先しっかり上げて、体をね、遠くに持っていく感じで、こういう感じでね、動いてください。これをね、最後30秒だけやっていきましょう。それではいきます、スタート。こういう感じでね、つま先しっかり上げて、遠くに持ってってください、体を。こういう感じでね、この動きに慣れてきたら、ちょっと体倒してキープ、動きをだんだんちっちゃくしてください。最後前、あと少しです。 OK、 これでしっかりリセットされました。週2回を目安にしてください。やったら3日ほど空けて、また動画を見ながらやってください。もうやり方分かったよって方もですね、一人でやるのは孤独です。動画を見ながら楽しくやってください。その方が継続できやすいので、何度も見ながらやってもらいたいと思います。頑張ったよ、辛かったよ、楽しかったよ、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。